はい、こんにちは、山井と申します。さあ今日はですね、とりあえず、君も YouTuber になろうというね、やってますけど、さあ、チャンネルができるところまでやりました。次はですね、何をやろうかというとですね、実際にその投稿するね、画面とかそっちの方とか見ていこうかなと思います。ちなみにね、こんな感じであります。普段ね、なんか、見ておったらこれ何だよっていうのがあると思うんです。で、そのうちの一つがね、このね、YouTube スタジオっていうのがあります。この YouTube スタジオっていうのは、YouTube のクリエイターさんになると、なんなら、本場の YouTube の画像よりも、なんならこのスタジオの方の画面を見てることの方が多いというところです。これはいわゆる動画を投稿する人向けの、アカウントというか、そのサービスになってますね。実際ちょっと見てみましょうか。アカウントさえ作ってしまえばこんな感じで出てきます。で、初めて作ると、そうだ、懐かしいな。君たち懐かしいな。こんな感じでね、YouTube スタジオへようこそって言って、ここで、いろんなね、その分析とかができたりとか、動画投稿のね、その動画の管理ができますよということでございます。まあ、ぶっちゃけた話、このチュートリアルに沿ってやってきゃ、できるっちゅってきます。で、スタジオでもダークモードができるようになりましたよってなって、私も普段それを使ってますけどね。で、こんな感じで最初は、こんな感じの画面です。何もないです。大草原が広がっておりますけどね。ゼロゼロゼロってなってますけどね。こんな感じで始まっていきます。ちなみにね、やっぱダークモードの方が目楽だね。年っていうのもあると思いますけど。まあ、これが、普段から、投稿とかやってるとこんな感じの画面になってきます。どこら辺が突っ込みところですか。今ちょうどね、この、ミソワングランプリのね、やってるところですけどね。細かいことを言い出すとね、いろいろとやりますからね、そういったサムネイルの作成とかね、そういうのとかと思って出てきます。それはもうね、おいおいとね、それぞれごとにやってきますんでね、それを見ていただいたらいいんじゃないかなと思いますんでね。まずはね、簡単にその投稿をするために必要なものということで、これ何だったっけ、何やるって言ってた俺、あれだ、アカウントを切り替えて、その他のアカウントって、ちなみにこういう風にログイン、重複でログインすると、複数のアカウントをね、並行して出すことができます。で、普段ね、私、普段使ってるアカウントのやつだと、こんな感じでね、YouTube のやつとか、その山城のね、個人的にやってる、個人チャンネル、政治チャンネルとか、あとは複数、4つ目ね、は、一つのアカウントで複数のブランドを持つこともできます。今回ちょっと説明するために新しくね、わざわざ作ったんであれなんですけど、こんな感じで新しく作ることもできますし、一つでこうやって作ってしまえば、複数のサブチャンネルとかは結構簡単に作ることができますよっていうのも頭に入れておくといいかもしれませんね。で、今回は、で、この新しく作った、ところでやっていきたいと思います。で、まずは動画をアップロードしましょうってことになってくるんですけど、そのためには動画を作らないといけないんで、ひとまずね、その前に押さえておかないといけないのが、今の状況だと、例えばね、実際にじゃあアップロードしようとしてみましょう。ファイルを選択してね、この動画ってどうだ ?25 分あるな。例えばじゃあこのね、内々連盟のね、うちのあれですよね、やつを上げてみようとします。そうするとあれできるな。実は今ねちょっと私一つ忘れてました。私の場合はすでにあの新しく作ったとはいえ、共有のね、アカウント、番号のところで、認証設定が終わってしまってるんで、私の場合はこのまま結構ほぼほぼ、フリーで、使えるんですけど、本当の初めての人の場合は、それができないんですよ。ってことで、それの仕方をね、お教えしておこうと思います。こんな感じでですね、設定っていうところがあります。ここの設定っていうのを押すと、その規約に引っかかる動画をアップロードしようとすると、すいませんこの動画上げれませんのでって出てきますんで、そういう方はね、そういった場合にはその設定が必要になります。ということで設定と押すとチャンネル、チャンネルの方だ、チャンネルっていうところを押してもらうと機能の利用資格っていうのがあります。で、ここでねまず自己忠告とこの辺りは設定しておいた方がいいですけど、まずね日本ですよとかって言って、で、キーワードを入れておくとそのキーワードに沿った、やつがおすすめに表示されやすいよ、ジャンルとかそういったのをね、入れておくと分かりやすいですよっていうような感じになります。でうちの場合でしたら、キタースケールカマヤクっていうね、こんな感じかな。で、こっちですね、大事なのは、余談になっちゃった今のは、こんな感じで、機能
利用機能というのはデフォルトの機能は有効になってますよ。こんな感じで、動画のアップロードとか、このあたりは基本的にもうアカウント作った時点で、できるようになってるはずなんですけど、問題はスマートフォンによる、認識、確認が必要な各機能というのがあります。例えば、15分を超える動画を作る、出す場合ですね。あとはカスタムサムネイル。要は、普通の YouTuber さんって、サムネイルにいろんな文字が入っておってね、いわゆる、CM というか、広告みたいになってますよね。やつを作ろうと思うと、実はスマートフォンの認証がいります。で、ライブ配信にもこれがいります。で、コンテンツ ID の申し立てによる再生させていただいてとか、まあ、これは要は、いろんな申し立てが来た時にね、いやいや、おかしいでしょって反応ができなくなっちゃうんで、ですから、これはしといた方がいいです。15分超えない動画の人でも、サムネイルとか作れないのは結構痛くなってきますんでね、YouTube ショートだと、ショート動画しか上げないよっていう場合には、ちょっとこんな対応が関係なくなってくるかもしれませんけど、でも、ライブ配信はね、やっぱ、ショートやる人でも結構、重要になってくるかなと思いますのでね、この辺りがいいかなと思います。ということで、デフォルト機能が、有効に、すでに、利用資格、私の場合ちょっとありになってます。これがね、多分、普通の人は無効になってたりしますんで、電話番号を入れて、その電話番号に送られてくる、メッセージに書いてあるね、数字を打ち込みすると認証ができて、はい、大丈夫ですよっていうふうになります。で、すいません、うちの場合はもうアカウント全体が終わっちゃってるんでね、これが、できてますけどねっていうことです。というような感じで、できますという感じですね。まあ、こんな感じで結構簡単に作れますんで、あとはね、ここからどういう動画をアップロードするのかっていうね、ところとかになってくると思いますんで、そのあたりはね、いろいろと、まあ、私のね、ケースバイスタディでね、今回のためにね、いろんなパターンの動画ちょっと撮ってありますので、それの編集をするような形で、いろいろと説明をしていきたいと思います。ということで、とりあえずこの動画はね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。